前回ですね、やや科学的って言いますか、自然科学的な見地からですね、未来を推定することはできないと言いましたね。じゃあ、その未来を推定することができないのは、科学的なことを、自然科学ですね、物理とか数学とか、それから天候とか環境とか、そういうことだけなのかというとですね、 実は政治でも経済でもそうだっていうことを、まあ、ここではアインシュタインとラッセルというですね、まあ、世界の知性と言われた人に二人登場していただきます。えー、この写真はですね、誠にまあ象徴的ですね。アインシュタインはオーストリー、オーストリアからですね、アメリカに来た科学者で、まあ、相対性原理など知られております。まあ、20世紀最大の知性と、まあ、こう言われた人ですね。 それからラッセル、バートランド・ラッセルはイギリスの、まあ、これ貴族だったと思います。ラッセル教と言ってましたからね。えー、まあ、パイプをくねらせておりまして、頭でっかちと。まあ、あのー、もちろん哲学者で立派な著述物が多いので、一概に非難はできませんが、まあ、何しろイギリス人ですからね、えー。アジア、アフリカの人たちを苦しめて、えー、自分の繁栄をしてきた人ですから。まあ、人格的にはですね、 私はあまり信用しておりません、えー。人の、まあ、まあ、働いた分を半分はくすねて、えー、紅茶を飲んだり、パイプをひねったりしてたわけですからね。私はこのパイプの写真を出したのはそういう理由なんですけどね。これが1955年、ラッセル・アインシュタイン宣言とロンドンで行います。私たちは人類が直面する悲劇的な情勢の中で、科学者たちが会議に集まって大量破壊兵器、核兵器ですね、の 発達の結果として生じてきた危険を評価し、ここに添えられた草案の精神において決議を討論すべきであると感じていると。まあ、この当時ですね、えー、ベースの冷戦が極めて厳しい状態になり、まあ、キューバ危機などが起こる情勢にあるわだっ,ったわけですね。まあ、水爆がですね、ものすごく発達して原水爆が、まあ、人間を500回殺せるというようなレベルまで来たわけですね。ですから科学者が それは科学者とか、まあ、ラッセルは哲学者ですけども、まあ、そういう人たちが人類の将来について危機を感じたということはもう間違いありません。で、そこでのですね、私は議論をじっとこう、議論の経過をですね、私はこの頃小さかったんで、議論を聞くわけにはいかなかったんですが、議論の記録を読んでみますとね、人類の将来にわたる非常に大きな危機は核兵器であるというふうに、もう終始言ってるんですね。 それは今でも変わらないと思います。彼らのその時の危機感が間違ってると私は言おうとしてるわけじゃありません。ただ、核兵器だけが問題なんだと。核兵器が問題なんだと繰り返しております。ところがですね、それから8年後、えー、女性の写真を掲げてありますが、これがあレイチェル・カーソンであります。レイチェル・カーソンがある湖を観測してですね、鳥が減っている。これは、 殺虫剤を使いすぎて環境が壊れているんだということを、まあ、えー、沈黙の春という本で書きましてね。まあ、それをケネディ大統領が見て、これはま大変なことだということで現在の環境問題が起きたわけですね。それで今ではですね、まあ核兵器ももちろん危ないんですが、えー、環境問題こそが人類の将来を危うくするものだと。 温暖化とかですね。そういうふうに言われておりますが。一言ぐらいね。えー、書いたらどうって思っちゃうんですけどもちろん書けません。アインシュタインとイバートランド・ラッセルがいかに頭が良くても人類が気がついてないんですから。実は1953年にですね、ロンドンにおいて、えー、ロンドンスモッグ事件が起きまして、実に1万人の人がスモッグ、今でいう PM ですね。 PM で死んでるんですよ。12月4日から12月8日にかけての4日間の、お逆転現象、気流の逆転現象でですね、上空にいた梅園が、PM がロンドン市内に入り込んで、えー、4日間で4000人、来年あ、次の春までに1万人が死にます。つまり1953年にもう環境破壊の兆候があるんですが気がつかないんですよ。そして、 8年後にレイチェル・カーソンがそれに気がつきます。レイチェル・カーソンもまた間違ってたんですね。レイチェル・カーソンは鳥がやられたと思ったんですよ。血があったんですね。DDT を使うことによって昆虫の数が減ったんですよ。これは正しく減ったんですよ。正しく減ったっていうか、殺虫剤を使って虫を殺そうと思ったらその分だけ虫が死んだってわけですね。そしたらその虫を食べてる鳥が減ったってわけです。で、DDT をやめました。 で、殺虫剤をやめたので、それまでにもうすでにマラリアが終わっていた先進国は被害を受けなかったんですけども、DDT の中止によってですね、製造中止によって、発展途上国はちょうどマラリアが撲滅寸前のところで DDT が手に入らなくなって、その後、まあ、岡山大学とか私の推産では4000万人の人が死んだと思われます。つまり、レイチェル・カーソンの本の結果、死んだんですね。新たに。 4000万人の人が死ぬってことになりますとね、第二次世界大戦で死んだ人が6000万人ですから、まあ大体同じぐらいですよ。だから戦争がまた起こってたことですね。これが一発の本でね、別にレイチェル・カーソンがそんなことを考えたわけじゃないですよ。だけどレイチェル・カーソンは、やっぱり、この激しい彼女の文章を読みますとね、彼女には黒人とか有色人種は人類の中に入ってなかったんですよ。だから、まあそういうことが起こりましたね。 人間の知性というものはですね、アインシュタインにしても、バートランド・ラッセルにしてもですね、レイチェル・カーソンにしてもですね、やっぱり限界があるということをよく理解しなきゃいけない。特に将来についてはですね、このバートランド・ラッセルの、まあ、パイプを加えた顔が傲慢だと言うんじゃないんですけどね、やっぱり、俺はわかってるんだと。それがですね、やはりいろいろな不幸を呼んできた。 レイチェル・カーソンは何の悪意もなかったけど、結果としては4000万人の有色人種を殺害したと同じようなことになりました。昆虫の命よりかは人間の命の方が軽いと。いや、つまり一番上が白人の命、次が昆虫の命、それからその下に有色人種の命と。そういうことに現実的にはなってしまったということですね。これを見ますと、まあそのマルサス、えー、それからメドウス、 そして、この三人のことを話してきましたけどですね。人間が未来を推定する方法は実はない。実はないので、未来を推定できると思って活動した人のものはほとんどの場合、人類に最悪をもたらしていると。そういうような感じがいたします。難しいですね。